これ URL 変わってんじゃん、次枠になったから。これまた、だから貼りに行けるんじゃん。これ今、URL 変わってるから、こいつをまたコピペして、ね、これまた貼りに行けんじゃん。これまた5チャンネル貼りに行けんじゃん。今度はどうする、すでに貼ったろう。ほら、連投じゃなくなってる。賢いな、俺って。これやったら無限に増やせれんじゃん。これ無限に貼れんじゃん、こんなことしてたら。こんなことしてたら俺の枠、閲覧すごいことなってまえへん。大丈夫？弥一の館には貼らんでいいわ、別に。ユーロ円もトルコ円も貼ったから、キウイスレな、ランドスレに貼っとこか。ランドスレに貼っとこか。切ったんじゃないよ。君たちがね、アイテムよこさないから、延長代がないから、延長チケット買えないだけだろ。枠が変わるんだよ。キウイスレにも貼ったろか。5チャンネル、ありとあらゆるとこ貼ったか。他どこ貼ったらいい？これなんかどっか貼るとこないの？どの異端に貼りに行って、これ政治経済とかに貼りに行く？市教一？違うな。どこに貼ろう？家電製品に貼る？なんで家電製品？アイドルスレに貼ろうか。女性アイドル、アンダー15タレントスレとかに貼る？タヌキ、だからタヌキ、うち買いも、かけないって言ってんでしょ？うちのパソコンから。うちのパソコンとかスマホからね、書けないんだよ。タヌキに。だからね、タヌキのスレを立てたのは、俺じゃないってこと。わかります？タヌキにスレ立ててくれるのはいいけど、スレ落ちするのはかっこ悪いからやめてくれる？マジで。せめてキープしといて、スレ。え？枠に貼ったって、全然、そういうのね、枠に貼っても意味がないから。逆に、何、イメージダウンだ、なんて言ったらいいの？逆効果だから。枠に貼っても逆効果なんだよ。残念ながら。残念。逆効果なんですよ。10人見てるやん、珍しい。どうした？5チャンネルから来た人たち、ちょっと、何か言いたいことある？ちょっと5チャンネルから来てる君たち、何か言いたいことある？5ちゃんの掲示板で、ね、社会にも出たことないくせに偉そうにいつも、ああだこうだ、ああだこうだ言ってる君たち、何か言いたいことある？ねえ。言ってごらん。おじさん聞いてあげるから。おじちゃん聞いてあげるから、ね。そんなネットの世界で偉そうにああだこうだ、ああだこうだ言うてるね。うん。ねえ。聞いてほしいことある。お前誰って。初見じゃないだろ、ビントネ。呼び捨てしてもたわ、ビントネさん。ねえ。君たち言いたいこと、なんか聞いてほしいことある、言いたいことあるんだろ。コメントしてごらんよ、ちょっと。ねえ。ごちゃんの君たち、コメントしてごらん。あ、大丈夫。おっちゃんは別にね、君たち全員にね、突したりとかしないから、うん。心配しなくても君たちみたいなのに突したところで売名にも何もならないから突しないから、うん。なんか言ってごらんよ。ちょっと。ごちゃんしてたんでしょ今まで、今の今まで。ねえ。なんか言ってごらんよ。マジで。なんでステルスしてんの？よくわからん。すごくない？枠開けて4分で20人来たけど、8人しか残ってない。3分の1しか残ってない。3分の2は見た瞬間に落ちてったってこと。すごくない？見ただけで落ちるって思う。どんななんだよ。なんか言いたいことあるんだろ？聞いてあげるから。コメントしてごらん。ごちゃんなんかでさ、相手の顔も見えないのにね、偉そうに、ああだこうだ、ああだこうだ言うてる暇があるんだったら、ここでその偉そうさを発揮してごらんなさいよ。ちょっと
と偉そうに言ってごらんなさいよ、5チャンネルは。ね、いつもいつも偉そうに、なんかもう世の中すべて悟ったかのようなね、うん、なんかコメントしてるけども、君ら社会に出たこともないんだろう。アメリカのしないわ、もう。何年前の話してんの、それ。アメリカの時の動画って残ってんのかな。そう、あれ嫁がしてます。いつかチャンネル登録者が増えてね、あの猫ちゃんチャンネルとして立派なチャンネルに育った時用のために、今延々と今嫁が、ね、動画を作り続けてるんです。君らね、あの何、俺の動画もそうやけどね、そんなんしたって誰も見に来えへんわとか、チャンネル登録なんかそんな行けへんわ言ったけどね、やったらできるのにね、君ら誰もやらないだろう。君たちも偉そうに言うんだからやってみてはいいんだよ。やってみて、チャンネル登録者数をね、1000キープしつつ、ね、動画再生回数をね、毎日平均1200回ぐらいキープしてごらん。うん。ねえ。最初、そんな YouTuber なんて無理無理って言ってたけど、YouTuber なんですけど僕。僕こう見て YouTuber なんですけど、チャンネル登録者数僕1000人いるんですけど、僕これでも YouTuber でチャンネル登録者数1000人いるんですけど、広告代ゼロじゃないんだけど、ね、つまらん動画でもね、上げ続けるとね、力になるってことですよ。わかります、ね、まあ、現状何本動画あるか教えたのか、2513本あるのよ。2513本、くだらん、中身のない、なんでもない、どうでもいい動画を2500本上げることによって、チャンネル登録者数1050人、ね、平均視聴回数1200回、1250回ぐらい、48時間に2500回もやりてるからですね。君たちはね、いつも口だけで行動しないのよ。ね、いつも5チャンネルであーだこうだあーだこうだ人の悪口一生懸命言うて、会ったこともない知らんやつのね、あの揚げ足取りして足引っ張り合いっこしてね、あの掲示板の中でわー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 偉そうに言うてるけど、実際全くあの行動ができない口だけのやつらがね、うん、俺ちゃんそんなことしてる間に、君たちがそんなことをしてる間に、おじさんはね、大学卒業して資格を40個取って YouTuber になっちゃったんだけどね。え？君たちがね、5チャンネルで、ああだこうだ、あだこうだ言うてるだけで、ね、何にもね、一歩も進まない間に、おじさん、ね、あの、中卒だったのに大卒になっちゃって、ね、無資格だったのに40個資格取っちゃって、ね、YouTuber になっちゃったんだけど、どうしてくれんの、これ。YouTuber になっちゃったんだけど、ついでに君たちが一生懸命ドル円制でいじり倒してるね、福本慎吾にリアル突したの俺だけなんだろう、きっと多分。ねえ、なんとかグリーンって君たちも突ってるみたいんじゃない？宣伝になるから言わんとこはもう。お店開いてると思うよ、多分。ね、売ってんのは土と種と植木鉢。買ってあげたら？知らんけど。ちょっと俺 CM 代もらわなあかんな。君たちがね、こんな5チャンネルでね、あだこだあだこだ、北極もいいです。北極食べたら唇がね、腫れ上がるから、こんだけ言うても、こんだけ言うても、こんだけ言うても5チャンネルでは俺の話題には一切触れず、あ、言えば言うほど君らは話題に触れへんな。あの人が見てない思ったら陰でこそ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 ね、こそ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 人のこと言うてる割にはね、こうやってこっちから言ったらもう誰も出てこなくなるでしょ、君ら。ねえ、ねえ、君ら、嫁は毎日抱いてる。抱くって言っても、あのギュッギュッ、嫁ちゃんギュッ、おはようとか行ってきますは必ずチューするから、うちは。30秒で北極食べる枠、死んでしまうわ。
今日ちなみにおにぎり30秒チャレンジ2回連続成功したことにする動画作っとくから。っていうかもう YouTube に上げちゃってるけど、まあ、編集するのめんどくさいから。いらんとこちょ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 っと編集してね、時間ギュッとしといたらね、30秒で、なんだったら30秒で2個食べたこと成功にしたっていいんだから。YouTuber なんてなんとでもなるんだから、そんなのね。動画のね、ちょっとな間、チュ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 って切れば、なんとでもなんのよ、言うとくけど。ね。なんとでもなんのよ。食べた。もう食べた。もうさっき食べた。寝起きで鍋食って、なんかトロの握りと鍋食って、もう今お腹いっぱいなの。だから横になって。いや、ご飯食べながら配信しようかなとも思ったんだけど、たまにはね、嫁とね、こう、二人でこう、団らん夫婦水入らず、そういうのもいいかな。なんで10人の閲覧を行きたがらない、何10人に天井でもあんのか、うちの枠は。8人、9人、9人、8人って。これ絶対今9やけど、これ8行くやろ、これ。10人はいかないんだろ、お前ら。ていうか、ちょっとずつあれやな、初見さんが来ちゃ出てき、来ちゃ出ていきしとんな。これでも、ふわっちの初見じゃないだろ、これ。これ2ちゃん、5ちゃんの、5ちゃんの初見が、5ちゃんの初見が来て、なんじゃこれって踏んで、なんじゃこれって思って出ていくんだろ、これ。あ、10人行った。10人行ったぞ、10人。10人行ったよ、10人。閲覧10人行ったよ、久しぶりに。5チャンネルに URL 貼り、やー、5チャンネルに10、ね、URL 貼りまくったら、閲覧10行ったよ。合計36人も見てるんだけど、これ大手じゃない、これ。これ大手じゃない、これジェダイに勝ってんじゃん。この時間帯のジェダイさんに勝ってんじゃん、10人って。この時間帯10人ってジェダイさんに勝ってないか。10人。なんか知らん人でも10人、20人見とんな。知らん人たちの枠でさえも20人ぐらい見られとんな。これ誰っていう人たちでも20人見られとんのにな。俺すごいかそってたんやな。小鉄さん14人って、小鉄さんやばいよな。小鉄さんって長いぞ。結構長いし前から見るけど、だんだんかそってってるよな、小鉄さん。やばない。小鉄さんやばない。俺どこ、あれ ?10 人あれ今何人今10人よな。あれ ?10 人のとこに俺ちゃんいないんだけど。あれ俺まだおすすめ規制やめてくれるおすすめ規制とかも。もういいからおすすめ規制とか、なんでいちいちおすすめ規制なの？寝転がって配信したらおすすめ規制なの？どういうこと？どういうことですか？ちょっとクソ運営さん？俺どこにもいない。あ、おったおった。10人おるわ。足しヤギの横におるけど、俺。足しヤギの横におるけど。ねえ。足しヤギの横にいてるんだけど。ああ、8人に割っちゃった。10がデータカウンターの頂上。あ、ほんまそうよね。絶対そうよね。11っていう数字見たことないんだけど。11っていう数字見たことないんだけど、なんで11いかないの？ジャグラーのね、2000枚天井と一緒で、これオカルトでも何でもなくて、ね、閲覧10に行ったらもう絶対そこ天井よな。それより上抜けていって20人とか行った試しがないんだけど、たまには行ったら、ね、たまには行ってみたら、いいのよ、行ってくれて。これは、やばない？これ39人とか、これ一気に俺順位上がってもたんじゃん、今日。やばいわ。リスワンプレミアム、ちょっと順位上がっちゃうから。順位上がっちゃうから、やめて。40人来てる。40、久しぶりやね、40。40行ったぞ。無職のくせに嫁もらうのに、嫁父なんて、あ、嫁親父おれへんから。嫁おかんだけやから。いや別に。10人行ったやん。どうしたん？ 13 行った。何？な、一気に、10人超えたら一気に吹くんか、お前らは。花火ちょうだい、花火。10人記念に花火ちょうだい。え、アイテム持ってんだろ、君たち。ちょっと持ってるアイテムをちょっとここで、解放してごらん。今、君たちのね、
あの閲覧の右のところにアイテムって、あ、スマホで見てる人は下のところにアイテムのマークあるだろう。贈り物のマークあるでしょ。それね、ポチッと押してみて、ね、あの、とりあえず全部数字のついたやつチェック入れて、置いてごらん。風船ありがとうございます。風船ありがとうございます。ね、君たちが今持っているね、アイテムたちをここで解放するんだ。君たちがそこでぎゅっいつもこらえて必死こいて我慢して溜め込んでるアイテムをここで解放してあげるんだ。アイテム投げろ、アイテム投げろ、アイテム投げろ。ナム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 。あ、イルカありがとうございます。イルカありがとうございます。イズカ、イルカありがとうございます。これどうやって見たいの？これあの配信画面からどうやって見たいの？これ、あ、これ詳しく見るってこれか、これか。なんで匿名で投げるの？なん匿名じゃないと嫌なの？何？ここの枠にアイテムを投げたら恥ずかしいとでも思ってんの？ね、パザコン嫁につけ込んで結婚したんか。あ、そうやな。前の嫁もそうやったわ。前の嫁もあのおとんとおかん離婚してて、うん、かなり年下の嫁で。9歳年下の嫁で、今の嫁も15歳年下の嫁で、その前の嫁は普通の家庭の子よ、風俗嬢だったけど、その前の嫁は、田舎の百姓の娘。ああ、君たちが持っているアイテムをね、ここで解き放ってあげるのです。さあ、アイテムを解き放って、アイテムを解き放って、ここでアイテムを解き放つのだ。アイテム解き放て。え、知らんかったの？え、ちょ待って、ビントレさん知らんかった？嫁15歳年下なんだけど。ロリちゃん。ロリちゃん、まあ、でも嫁ももう、俺がもう46だから、15引いても31だから、言うても。言うて31だから。そう、工事長モテモテでしょ。俺ちゃんモテモテでしょ。やっぱりイケてるナウなヤングはモテモテじゃないとね。うん。うん、そういうことな。なんで閲覧8なのこれ。さっき11とか12って一瞬だけ見たんけど、一瞬だけやな。あ、マジで？マイメロちゃんとこも同じ年の差なんや。マジか。旦那と離婚やん。でもそれぐらい年の差あったら、何も怒りというか喧嘩に発展しないからいいと思うよ。うん、喧嘩に発展しないでしょ、マジで。はいはいっていう。まあ、ある意味会話が成り立てないのかもしれないけど、すれ違いないのかもしれないけど、普段からだから、あの、喧嘩っていうのは同じレベルの間でね、こう、あの、争いが起こるのは喧嘩だから、そもそも全く畑違いで場違いだからね、もうあの、喧嘩にも発展しないから、ね。7人しかいない。ちょっと、5チャンネルから来た君たち、ちょっと言いたいことあるな、言ってごらんよ。ログインしてごらんよ。ね、そして、君たちが溜め込んでいるアイテムを、ここで解き放ってあげるんだ。君たちが溜め込んでいるアイテムたちをここで自由に解き放ってあげるんだ。さあ、アイテムを解き放ちなさい。アイテム解き放て、あ、てて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 てれてれれててれてれれててれれれれおててれれれおててれててててててれてて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 バチ当たるで。君らバチ当たるで、マジで。ねえ、君らね、君らバチ当たるで。ほんまにこんなことして、アイテムだっさー。さあ、もっと、もっと、君たちが溜め込んでいるアイテムたちを、この枠で解き放ってしまいなさい。解き放っておしまいなさい。てってて、てれれ、てってて、てれれ、てててて。
てれれれあてててれれあてて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 てふせなさー旦那がこんなんしたら笑い死ぬマジでこんなんでええのめっちゃちょろいやんこんなんでええんやったらいくらでもやりますけど素でできますけど何だったらこれすっぽんぽんでできますけど肛門出しながらできますけどまあ、バンなることはしないけどな。バンなることはもうしないって決めたな。ちょろいな、マジか。そうでしょ、綺麗なおりんでしょ、ね、めちゃめちゃ綺麗なおりんでしょ。うん。降臨ね。さあ、さあ、君たちが溜め込んでいるそのアイテムたちをここで解き放っておしまいなさいてってでーてれでーてってでーてれでーてってってれれれてってれれれてってて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 てちょ、ほんまバチ当たるってマジでマジでバチ当たるからちょ、バチ当たったんちゃう俺バチ当たったからこんな不幸なんちゃうマジでやばないジャグラーあるある早く言いたい。ジャグラーあるある言いたいよ。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 隣のおっさんペカリまくって。売ってる時に横で売ってる俺千ハマリソーンおじさんソーンおじさんって何よ、ね、ソーンおじさんって布団叩かなあかんの、ね、ソーンおじさんって、ね、引っ越し引っ越しさっさと引っ越ししばくぞって言わなあかんの久しぶりに50人行きそうやな。久しぶりじゃない50人って。やっぱね、ごちゃんに URL 貼ったらちょろいね、50人なんて。ちょっともったいないから、次枠するわ、これ。せっかく貼った URL 踏んでね、ここに集まってくるから、もったいないから、どうでもいい次枠するわ。検挙されんの？大丈夫。うち結構防音しっかりしてるマンションやから、ここ。檻に鳴らしたぐらいだったら多分大丈夫。あ、お父さん亡くならはって、ひしこいて、ね、供養してはんねんな、そこの息子さん、みたいな。46歳っていうか、もう47歳やけどね。この顔で47歳、これで47歳なのに、ね、トモさんが45歳って嘘に決まってんだろ、あれ。ね。ふわっちのトモさんとの45歳と、ね、ご隠居の46歳は絶対嘘だから。ね、ご隠居が同い年に見えるこれ。ご隠居56だろ、あれ。あんなおっさん同い年違うわ。ね。トモさんに至ってはあれ58だろ。一回り上でしょ、トモさんって。あ、46なわけないね。トモさんの枠行ってごらん。行ってコメントしちゃったに、ね。まゆみちゃんいらっしゃい。花火ちょうだい。まゆみちゃん、花火ちょうだい。花火ちょうだい。花火ちょうだいしか言われないコメントってどういうこと？初見でコメントしちゃったに、花火ちょうだい。花火ちょうだい。マジで？まあ、ある意味それ俺パクってるけど。もう今とりあえず来た人に向かってアイテムくれって言うことが先決かな。言わな分かれへんことってあるやん、ね、夫婦であろうと兄弟であろうと親子であろうと言わないと伝わらないことって多々あるよね、うん、だからこれからね僕は思ってることは言っていこうと思う、うん、花火くれ。あ、そうそう、言ったもん勝ちやから。言わんでもどうせね、嫌われたり、飽きられたりするんだから、ね、言ったもんがちょ、花火くれ。言っとかな、損や、花火くれ。
どのタイミングで花火飛ぶか分からへんのに花火くれ。言うとかな、ね、そんな言うてみな分からへん花火くれ。言わんと花火くれ。ね、もらわれへんよりも、ね、言ってもらわれへん花火くれ。の方がまだ、すがすがしい花火くれ。ジャグラーあるある早く言いたい。ジャグラーあるある言いたいよ。ジャグラーあるある早く言いたい。ジャグラーあるある言いたいよ。2万3万全然ハマるのに1000円でもペカる時ある。どうすんのこれ。あと2人なんだけど、ちょっと48から増えないって、これ、なんなん微妙な、もうこれ次枠いらんってこと？じゃあ、この右の、じゃ左の同時閲覧はもう減ってもしゃあないから、減るなよ。ジャグラーあるある言って、それ聞いて出ていったやつ、今、出ていったやつ NG な、お前。今1人減ったお前 NG してやるからな。人が渾身のジャグラーあるある言ったのに、閲覧落ちた、お前 NG。あ、お祈りしないから？お祈り、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 お祈り。じゃ、50人いってよ、マジで。あと2人、あと2人、てーてー、てけてて、てーてー、てけてて、てーてってれれれ、おーてってれれれ、おーてーてて、てて、てってれってってってれって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 。いや、また今減った一人。お前 NG な。今この枠から減った、さっき8人やって何人になったのにね、人が一生懸命おりん叩いたら今減った一人、お前 NG にしてやっからな。絶対お前 NG にしてやっからな、マジで。覚えてるよ、この野郎。テンコ取りまーす。はい、7名の方、テンコ取りまーす。テンコ取りまーす。テンコ、マイメロちゃんいらっしゃい。マイメロちゃんこんばんは。マイメロちゃんいらっしゃい。一人だけかよ。なんだよ、お前ら。見てるだけかよ。アイテムもよこさずに、テンコも答えずに。なんなんだよ、お前ら。答えろよ。もっと撃って。花火撃って。花火ちょうだい。花火ちょうだい。あ、今みんな買いに行ってんの、花火。しゃあないな、待つか。誰も言うこと聞かないんだけど。一番言うこと聞いてんの俺ちゃんじゃない、マジで。君らの言うことをね、ラジコンのように言うこと聞く俺ちゃんなのに、君たちは俺のこと一切聞かないよね、いつも。マジで。あと二人とかなったら、ピタッとそこで止まるだろ、いつも。ね、なんであと二人がいけないの ?48 まで来たら50いけるでしょ、普通。ね、さっきも残り1分からペペペペペって伸びたくせに、ねえ、なんで残り1分で48こう止まってんの ?48 人で止まりすぎじゃないこれ。え、バンされてんの俺。バンなのこれ。え、バンされてる？おすすめ規制？何これ？増えないんだけど。どういうこと？どういうこと？今何？閲覧なんぼ？え、なんなん？あと一人、あと一人。あと、ちょっと、裏赤でも、サブ赤でもね、本赤でも、エセ赤でも何でもいいから、持ってんでしょ、君たち、いっぱいアカウント。ねえ、ログアウトして入り直せよ。ねえ、俺ちゃんを喜ばしてあげようとか思わない？君たち、ちょっとは。ねえ、ちょっとは俺ちゃんをさ、喜ばしてみたい、見ようかな、とか思わないですか？ねえ、あと一人。あと一人、30秒。あと一人、30秒。今見てる7人のうち誰か1人がログアウトしてログインしてピュッとボタンを押せばそれで終わりよ。いや、おにぎり食べないですもん。お腹いっぱいです。もう20秒しかないって、もうやばいって、もう間に合えへんって。もう間に合わないから。もう15秒間に合わない。ちょ、もうなんであと1人がいけないの、君たちは。そういうとこですよ。